はい、どうもこんにちは、つるかです。おつちるです。私が楽しければあなたも楽しい、今日もトリクルゾーブ頑張っていきたいと思います。トレジャーマップやってまいりましたので、周回のねパーティーを、ご紹介したいと思います。まずは、乱入戦モリアですね。こちらから行ってみましょう。はい、乱入戦はこのようなパーティーです。今回もね、ガチャは引いてないので、こうキャラは私はいません。はい、レンゾさんに、クロコダイルをお借りしてこのようなパーティーで行ってみたいと思います。行きましょう。はい、行きたいと思います。サポート今、なんか誰かついてたと思うんですけども、前のね、編成のままつけてる感じなので、なしでいいかと思います。はい、はい、ここで、火傷がありますのでオーブンで解除します。はい、でここでミホークかな、防御アップがありますので解除します。はい、これでプリン打ちます。はい、でこれで飛ばしていきます。できないな突破。この乱入戦がちょっとまだ今なんかふわふわしてます。これでいいのかなっていうのがちょっとあるんですけど、まあ大丈夫かな。なんか弱っても何も攻撃してこないので大丈夫だと思うのですが、でも一旦で突破したいですよね。はい、ここで軽減があるのでクイーンで解除します。でヤマト、まあヤマト打たなくてもクロコダイルだけで良さそうなんですけど、どうかな。これで突破していきます。うん、はい、こんな感じですね。はい、乱入戦はこのようなパーティーです。では次のパーティーに行きましょう。はい、続きまして、ロビンソップのところですね。ゲーフレンドさんに、ミンゴをお借りしてます。はい、で、ルフィのところにサポートでね、レイリーをつけて、今戦長効果がなくなりましたね。はい、で、これで、チェーンケースがね、ありますので、オープンで解除します。これでミンゴですね。うん、あ、飛んだ。そうです。あ、飛ばなかったら、普通にね、攻撃で大丈夫です。はい。なので、ロビンソップはこのようなパーティーですね。次のパーティーに行きましょう。はい、続きましてフランキーチョッパーですね。ここは、皆さんもそうかなと思うんですが、バギーですね。お宝をたくさん手に入れましょうということで、はい、ウソップ打って、必殺ターンを、解除しまして、富士をね解除してロビンを打って星のスロットを変換します。でバギーを打ちまして、これで突破していきます。はい、さあさあどうでしょう。ああ、あれ普通の宝箱だった。はい、まあ、ポイント欲しい方はね、ルフィ心属性のルフィ船長で、船長とか、心属性のサンジとかがねいいのかなと思います。はい、いいですね、こうやって、着々とコツコツ貯めていきましょう。はい、では次のバーティー行きましょう。はい、続きまして心属性のナミになります。船長プリンでフレンドさんにペロナをお借りしてっていう感じですね。はい、ここナミは復活がありますので、まずはクロコダイルかな、でしびれと、あ、違う、やけどと攻撃力弾を解除します。はい、ここでプリン打ちます。
で、ロビンを撃って、攻撃無効がね、ありますので、これがいいですよね。で、チョーカ。ペローナムチョ。はい。これで一回無効にね、できますね。はい。はい。で、これで、ペロナ打ちます。はい。なんか必殺技打たなくてもなんかまだ良さそうですけどね。はい。ということで、心属性の波はこのようなパーティーです。次のパーティーに行きましょう。はい。続きまして、ゾロサンジですね。はい。ここが、船長が陳情でフレンドさんに肩栗をお借りしてですね。で、ここでオロチ。オロチを打ちまして、しびれと、身長効果無効ですね。あ、違う。封じとしびれだ。を解除します。はい。で、肩こりで大丈夫ですね。あ、違う。チンジャオをも打ちます。これで突破できます。はい。サンジアンドゾロはこのような感じですね。はい。ラストで合ってるかな。はい。では、ラスト行きましょう。はい。ラストのボス戦、ナイトメアルフィですね。このようなパーティーです。フレンドさんに、クロコダイルをお借りして、行ってみたいと思います。行きましょう。はい。では、行きますよー。はい。で、ここで、ジンベイを打ちます。はい。でね、防御が低下になりました。これで、突破していきます。はい。はい。ボス。で、ここで、クロコダイルですね、打ちます。これで必殺ターンね、一旦短縮してくれますね。で、これでストゥーシーで、相手の軽減を解除します。で、ネプチューンで攻撃力ダウンを、解除して、これヤマト打っていいものかどうか、ちょっと念のため打ってます。はい。一応ね。一応、超かも。で、ワイパーですね。これ、ワイパー強すぎません？今のところ、ワイパーで一撃なんですけど、どうですか？ワイパー強と思って。はい。というわけで、このような周回パーティーとなっております。はい。というわけで、トレジャーマップのね、周回パーティーでございました。もう、まだまだね、周回レベルが8ですし、77万とね、まだまだですが、このようなパーティーでね、しばらく周回しようかなと思います。はい。私の目標は、1000万を、超えることと、パーセントで 10% 切れたら、いいかなという感じですね。はい。今の無理はせずに周回しようかなと思っております。はい。というわけでした。今日はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。